4万円する自転車がなくなりました。エビゾー初めてのペイペイ。あ、お疲れ様です。エンダと申します。自転車がなくなりまして、夜の7時か8時ぐらいですかね、なんかコンビニ行こうって思ってね、で家出てコンビニ着いて、でコンビニ行って、でコンビニから出てきたら自転車がないとかやったらわかるんですけど、コンビニ行こうって思った時点でもう家に自転車がなかったです。なんでコンビニ行けてないです。行きたかったなー、コンビニ行きたかった。あと自転車返してほしい。なかったです。なんか前から言われてみればおかしいかもって思ってたんですよ。なんかこうね、自転車まだあった頃、自転車乗るときにさ、あれなんかサドルおかしいかもとかって思ってたんですよね。なんかサドルがちょっと調整されてるというか、なんかこれ誰か乗ってるみたいな。でまあ勝手に人の自転車乗るときあんまサドル変えんなよとか思って出たんですよ。でも僕が自転車乗りたいとき、乗るときにはあるからさ、その自転車が駐輪場に、まあいっかーと思ったんですね。鍵をねかけてなかったんですよ、自転車に。なんていうんですかね、家やから。エビゾー初めてのペイペイ。いやなんかそのコンビニ行ってとか。なんか用事して、どか行くときに行った先では自転車に鍵かけますけど、家やからさ、まあ、いいかなって思ってたんですね。いや、なんかさ、わからん。僕の家が、なんか新宿の真ん中にあるとか、なんかそんなんやったら、そう、な、鍵かけなあかんって思います。その、マルハン、オレンジマルハンとかやったら、鍵かけなあかんと思います。その、アメーバピグの中にオレンジあるとかやったら、鍵かけなあかんっていうのはわかりますけど、普通の、大阪の方の、普通の住宅街なんで、まあ大丈夫かなと思ったんですけど、なくなってましたね。っていう話を一回、こう友達にしたんですよ。いや、なんか自転車なくなって、みたいな。で、こうで、なんか前から誰か乗ってたんかもしれんけど、みたいな話したら、その友達が、いや、それは、鍵かけてへん方が悪い。と。しかもなんか誰か乗ってるかもって気づいてる時点で、それはもうがっつり鍵かけとかなあかんやないかみたいな言われたんですけど、もうそんなんセカンドレイプや。なあ、やめてよ。自転車。4万円。これ4万、8万やったかもしれないです。バン!うわ!バンクシー!いや、なんか、今思い返すと、自転車との思い出、短い間でしたけど、いっぱいいろんなとこ行ったなと思います。東宝シネマズ、西宮北口。東宝シネマズ、西宮北口。ゲオ。いろんなとこ行きました。まあ、ただ、その、自転車は、シューティングスターっていう名前なんですけど、この自転車は、映画見てないですからね。それでなんか不満があるというか、そんな私も映画見してよ。それやったら私、こう、新しい人のところに乗り換えます。いや、乗り換えられます。と。言ってたとか思ってたかもしれないんで、それはもう僕側の言い分と、自転車側の言い分とはまた食い違ってたかもしれないんで、ちょっとわかんないですけど、だから、僕から言えることとしては、もし自転車これ取られてた場合ね、大事に乗ってあげてください。それぐらいですかね。いや、そんなことない。返してほしい。全然返してほしい。いや、なんかその、僕が自転車取られた時、コンビニ行こうやったからまだ良かったもののシチュエーションが、全然、医者なんで、全然今から119で出動みたいな僕が、のパターン全然ありますからね。それで、命が救えない、なんていうの?その、命を失う可能性があったということを、重々
承知していただきたいといいですね。うん、まあ、今回は大丈夫でした。それは大丈夫でしたし、今日からは歩いて走っていくんで、それを踏まえて、あの、レスキュー、休館行くんで大丈夫ですけど。まあ、なんか、もし、これを犯人が見てたとしたら、犯人、水分補給しっかり。